中もこのトラック大型のとこに止めてくれない。確かに。出れるか。確かに。おはようございます。おはようございます。ファミマ、ファミマ休憩です席線に宮田が目を覚ました。運転交代です。おやすみなさい。グラカラの中野くんが教えてくれたスマホ、コンビニのコーヒーそのまま入れれるタンブラーで氷が全く溶けない。ずっと冷たい。すごい。それはブラックコーヒー？あ、はい、大人なんで無糖、無糖ブラックコーヒーやらせてもらってたっす。何買ったんですか、ファミマで。ファミマでゆで卵、うん、サラダチキン、うん、炭酸水チーズっていう、うん、糖質カット飯かつ脂身のないの買ってたら、うん、レシートでファミチキが当たりました。今油ギッと見たの、小麦粉ベッタベタのファミチキ食べてます。朝6時半にお客様当たりましたって言われて当たったなんかやり取りしてるなと思ってたんだけど宮田さん何と買ったんですか？すいません、そんな、はい、強いネタの後に、はい、何にも面白いものはないですよ。はい、レモネード、はい、健康に良くなってビタミン C。 マッキーのコーヒーめっちゃメッセージ性強くない？できるかじゃねえ、やるんだよって書いてある。朝からちょっとエモすぎるんだけど。はい、あのタンパク質豊富なサラダチキンロール、はい、はい、単純にこの手の味が好きでよく買ってるよね、それ。タンパク質がたくさん取れますみたいな。ちょっと染谷最後とは全く別の視点で、俺は我慢、俺は欲、欲望。なのでもう余裕でホットドッグとかも買ってます。で、2個食い2個食いで言うと俺のファミチキの後にサラダチキンのチキン2個食いなんだけど鶏肉のさえ恨まれるよ。松屋にそばがありますので、高速道路ならではの松屋。やりました。よいしょ。出発します。お願いします。もうシートベルトノーライフだから。違う、逆に。シートベルトがないと人生を失うみたいな。ノーシートベルトノーライフ。なんか音楽なしには生きれないとはまた別の。シートベルトをしないと死ぬ。
110度で認識やったこれか。アウト12時間1100円セルフ。ここに止めたい。あとは満車。ベンツに乗ったおばあちゃん。おばあちゃんだった？うん、おばあちゃん。結構満車なんだな。さっきと止めるといいけどな。着きましたライブハウスです。着貼ってくれてるね。もうここ夏の声いるかも。いるだろう。搬入しちゃって車駐車場がいいかも、うん、ちょっと見てくるか。おい、ちょっと見てくるわ。お願いします。ちょっと見てくるわ。ホテル情報10分。よっしゃ行きます。はい、ちょっとこのセットどうしよう。しっかりとしてます。押してます。あ、箱店長さんいる。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よし出発だ。お疲れ様でした。なんだか終わったな。お腹が空きました。いいね、上手。めっちゃ今日広いホテルだったんです。ここどうした の, どうしたのどうしたの。ご褒美ご褒美。おはようございます。どうですか気分は。どうですか気分。こんな朝一で雑な質問が今だかつてあったでしょうか。例えば昨日のライブどうでしたか。今日の意気込みを聞かせてくださいとか。どうですか気分は。絶好調です。中畑清です。Oh yeah.
¡Salgo!